こんにちは。アマゾンスサポーター、堀秀夫です。日本で買い物をして稼ぐ。パートより楽。お小遣い月5万円以上で、お家で家事、育児しながら、空き時間で稼げる絶対おすすめなアマゾン室。こちらは全国最低賃金です。主婦の方が空いてる時間でバイトをすると、あるいはパートをするとなると、 ま大体最低賃金に近いえ金額で、まあ、スーパーでパートとか、まあそういう仕事しか見つからないと思います。まあ、青森、790円。まあ東京だと1000円を超えますけど、まあその他、大都市以外だと、まあどうしても800円とかね、えまあ900円行けば、おのじ。そういう金額で、まあ、行き帰り、ね。 それから外に出るんだと化粧をしなきゃいけないとか、そういうことを考えると、まあ、実質、手取りは非常に少なくなると。そんな中、私は毎月、新規の会員さんをサポートさせていただいてますが、最近の会員さんは、こんな悩みや希望があって申し込まれた、主婦の方が多いんです。独身の頃と同じぐらいの所得が欲しい。子育て中で、なかなか条件がいい仕事が見つからない。 子供といる時間を減らしたくない。勤務時間は自由で短い方がいい。体力仕事は無理。夫の不養ないで稼ぎたい。家でできる仕事がいいと。これは全部 Amazon 輸出ビジネスの副業なら希望が叶うんです。パートに出るより短時間で効率よく稼げます。日々のプチ贅沢するためのお小遣いや家計の足しにぴったり。興味はあるけど、 今すぐ始めるには不安がありますかこんな不安を全部解決します。輸出や物販って何を売ったら儲かるかわからない。あなたの個性やスキルに合わせてどんなものを売ればいいのか的確にアドバイスします。本当に儲かるの私のサポートを受けて赤字になった人はいません。平均で月10万円から30万円ほどの利益を会員の皆様は挙げています。 こちら、オーストラリアアマゾンの、ま、成果。ね。161件売って3974ドル。あるいは157件売って3187ドル。ま、以前からアメリカアマゾンなんかに取り組んでる会社さんだと517件売って7669ドルと。ま、もちろんこれより多い方もいますし、若干少ない方もいますけど、まあ、売り上げここ、ここまでで目標達成というところにね、え、到達してからはだいたい利益が30%。 得られます。えー、ですからね。まあ、7000ドル、7669ドル。これアメリカドルなんで、81万。だから月25万ぐらい。あるいは、えー、この3000ドル、3900ドルというのはね、え、オーストラリアドルなんで、32万、えー、28万というのでね、その3割ですから、えっ、ー、と、32万、10万強と、ね。 あるいは、えっ、ー、と、10万弱というような金額を、えー、無理なく稼いでいます。もうマイペースで、えー、在宅で可能です。副業のセミナーって詐欺が多そう。これは現存しているアマゾンオーストラリアでの輸出ビジネスので、架空のビジネスではありません。お申し込みの前に、サポート内容やご予算など、きちんと無料相談をして、不安を解決してからのお申し込みになります。実際、副業セミナーやスクールにか、通ったけど、 ちゃんとサポートしてくれなかった。今ある副業セミナーの多くはスクールタイプのものが多く、一度に大人数へ教える形式です。周りに遅れをとってしまったり、わからないことが聞けないというのもスクールタイプの短所です。私のサポートは完全個別サポートですので、初心者でも安心して始められます。物販を進めたコンサルタントに損をさせられた。コンサルタントによっては、 正しい情報を持っていなかったり、流行りの売れ筋のものだけを進めたりして、結果が出ないこともあります。私のサポートは、あなたの個性やスキルに合わせたサポート体制ですので、アドバイス通りにやっていただけるなら、損をすることはありません。やってみたいけど、資金がなくて始めにくい。無料相談にて、どれぐらいの予算で始められるのかご相談ください。 サポートは3種類ありますし、お支払いの方法についても分割などご相談いただけます。物販だと在庫を管理するスペースがない。顧客への発送が面倒。在庫を大量に仕入れる必要はありませんし、もし在庫数が増えても、Amazon の管理している倉庫に送って、そこから Amazon が発送してくれるので、自分で在庫管理をしなくてもいいですし、面倒な発送の手間も必要ありません。 経験やスキルがなくても大丈夫。特別な知識や能力も体力も必要ありません。皆さん輸出や物販の初心者で稼がれています。私のサポートプラン、ここが他のサポーターとは違います。Amazon のアカウントを作ることからしっかりサポート、作業が滞ることはありません。顧客や Amazon からの英文メッセージの翻訳、Amazon との英会話対応も行います。 アマゾン室の最新情報を週に3回配信してサポートします。アカウントを凍結されたり削除されたりすることが起こりません。アマゾンの規定に触れるようなことを未然に防げます。わからないことは何度でも、どんな小さなことでも24時間チャットでの相談ができます。状況やご予算に応じてサポートプランの変更ができます。売れない在庫を抱えて困ることもありません。 60代でパソコンが使えない、英語が全くわからない方でも月30万円の利益は出せるほど確実にサポートしています。初めて見る決心はつきましたか日本人でまだやってる人が少ない今がチャンス。日本に住んでいることを有利に活かして副業初心者が誰でも確実に最低月収30万円稼げる方法がここに。なぜ儲かるのかアマゾン室の秘密について。 こちらをクリックして Amazon 室の秘密を覗いてみてください。まだお,なお悩みの方に朗報です。誰でも成功できる Amazon 室。ただいま、サポート料金を特別に格安キャンペーン中です。10月30日までの31日までのあと2日間だけ、格安キャンペーン価格で新規会員を募集します。残り枠はあと3名。 誰でも確実に最低月収10万アップできる副業。アマゾン輸出ビジネスがサポート付きでたった99,800円で始められるチャンスは今。キャンペーン終了後は158,800円に値上げします。申し込みはあと3名にて締め切ります。今すぐお申し込みください。どんなにいいビジネスも早く始めなければ儲かりにくくなります。 数ある副業の中で副業初心者が最も安全で安く確実に稼げるアマゾン輸出ビジネス。日本の商品が少ない今だからチャンスなんです。これ以外に何で稼ぐおつもりですか実際にアマゾン輸出をしている主婦の方の実績を公開します。東京都の Y 様。アマゾン輸出を始めたきっかけは結婚を機に退社して10年が経ち。 子育ても一段落して、稼ごうと、稼ごうとしたんですが、働こうとしたんですが、ブランクや年齢制限があり、元いた業界にも求人がなく、時給900円のパートしか見つからなかったので、家でできる物販をやってみようと思ったんです。どのようなものを輸出していますかゲームセンターの UFO キャッチャーや、取れたぬいぐるみや、ワンダラ系で仕入れたアニメキャラクターのフィギュアなどです。結果はどうですか 一年目から売り上げが月100万円を超えて利益は30万円ぐらいになりました。年末はたった2ヶ月で70万円稼げたのでびっくりしました。その後は Amazon 室ビジネスを始めて数ヶ月で家を購入できてしまったんです。家庭での家事や育児などもおろそかにならないし、家で2、3時間メールを送ったりするだけで楽に稼げて本当にこの仕事に出会えてよかったです。英語はもちろん、 何も特別なスキルがない主婦の私でもこんなに稼げるなら稼げるから絶対おすすめですよ。158,800円必要なオーストラリアアマゾン輸出チャットワークサポートを99,800円で試せる特別モニターを募集しています。ここをクリックしてオーストラリアアマゾン輸出チャットサポート特別キャンペーン募集ページを見てください。今これ動画で見てる方はここをクリックしても何も送りませんので 動画の説明欄に書いてある URL をクリックしてチャットワークサポート特別キャンペーン募集ページを見てください。Amazon 室サポーター、堀秀夫でした。